こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話も言いながら大相撲の世界を伝えするまっチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。はい、今日は、はい、愛媛県の10代の男性からです。 ありがとうございます、コロナの影響でちょんまげ親方が増えると言われていますが、うん、それはどういう意味があるんでしょうかというこういう質問なんですけどもね。ちょんまげ親方というのは、うん、現役引退して親方になってるけどもちょんまげ姿のままという親方 で、はい、たくさんいらっしゃいますね。みたいですね。襲名披露というところで、うん、はい、曲げを切って留めばさみ親方が入れて、うん、おタブサを切るんですけども、うん、その襲名披露引退相撲というのがね、うん、コロナでやってないと思うんです。これあの大体ね、1月5月9月両国技館の相撲が終わった1週間のうちにね、はい、どっかでね、はい、あるんですけども、うん、それがコロナ禍の中で行われてないんじゃないでしょうか。そうですね、うん、まあ、それであの実はね他の方からコメントでも、はい、もうそのね断髪式を YouTube とかそういうなんであの披露したらいいんじゃないのっていうようなねコメントもいただいたんですが、いろいろあるんですよね。あのおせんべいって言いますか、うん、ご祝儀って言いますか、まあそこがお相撲さんが最後のね、ご祝儀が入るところでもあり、うん、そうですね、うん、やはりまあ現実問題としましてはね、やっぱりちょんと切るんじゃなくって、うん、やはり皆さんに披露してハサミを入れてもらうということで、まあ、ご祝儀なんかもいただくというのが、そうですね、まあ、正直なところあるん でまた最後国技館を使って、うん、その自分のための、うんうん、興行をするっていうのがね、うん、そうですね、はい、ですからやはり簡単にね YouTube で中継して着るとかそんなんではなくって、まあそういうねキャンド国技館使って皆さんにハサミ入れてもらおうというのが、うん、まあそれがね皆さん今親方ちょんま親方がそうですね、まあ実際先場所前も勢いがやめたりしてね、うん、やめる、うん、あの力士の方は増えてきて、勢い、ね、豊響き朝日賞と辞めました。トントントンって辞めて、それでねちょっと私も調べましたら、うん、今現在のちょんまげ親方というのが、はいはい、まあ、現役時代の名前で言いますとね、はい、網錦、吉風、誉富士、豪栄道、総国来、豊ノ島、土地王山、琴正菊、鶴竜、琴勇気、そして先ほど言いました豊響き朝日賞勢い、うん、まあ、こんだけのね親方が、うん、まあ、断髪式を大体ね、はい、まあその辞める場所、九州場所とかで辞めたり、はい、東京場所で辞めるか、まあこれは分かんないですから、はい、でもね、辞めて大体ね、うん、半年後ぐらい、うん、もしくは4場所後ぐらいの東京場所の後にっていうスケジュールを、うん、まあそのいろいろな準備もあったり、うん、さっき言ったようにその最後ハサミを入れてくれる人を呼ぶための宛名送りとかもあるんでね、大体、うん、ね、半年からその4場所ぐらいの時期を得て、うん、引退相撲が開かれるんですけども、うん、網錦が今一番古いんですかね。そうですね、うん、一番もうやめてちょんまげつけてる、はい、もう2年になりますからね。これは長いですね、うんうん、そうですね、はい、まあでも松武蔵さんなんかでも断髪式の時にはまあちょっとご祝儀ありがたいことにねいただいたり。そうですね、私はね、うん、もう親方にやめたいんですって伝えたのが、うんうん、辞める1年前ぐらいですね、はい、今だったらまだまだ若いかもしれないですね。30ぐらいだったんで、で周り見ても、うん、上から数えてもすごい兄弟子だって、はい、幕下にも上がってもう上がれないだろうなと思ったからね、うん、来年の大阪で、うん、辞めたいんですけどって言うとね、うん、もう15年やってたんでね親方も、うん、いや分かった、うん、じゃあもうそれなりに考えるとこっち、お前もそれなりに1年間は頑張れということでね、でその間にね、はい、そう決まったから、はい、名古屋場所でも、はい、東京でもね福岡でもね、もう来年の大阪で辞めるんですっていうことを報告して、で最後の大阪で切って、まあ福岡からもね、うん、たくさん先輩やね来てくれました、うん、はい、でもやっぱり時期としてはねいい時だったと思うんですね、うん、まあ武蔵丸が大関でありこう武蔵川部屋の勢いそうですね、もう多かったんで、これから私が辞めてから武蔵丸が横綱になり、うん、大関もね3人どんどん、うん、
上がっていって、講演会の方も活気がある、その先駆けぐらいだったんで、ですから、またぐさんの方も来ていただけて、そうですね、まあ、まあ、親方が配慮してくれて、はい、千秋楽パーティーで、パーティーの、はい、あのパーティーが始まる前に、はい、今日はあの松武蔵の最後なんで、あの断髪をここのステージでしてあげましょうということで、親方がね、はい、取り持ってくれて、はい、で、最後にね、あのうちの部屋の同僚とか、うん、関取衆、で、最後親方がね、バサッとこう、タブサを切ってくれて終わったんですけどね。まあ、私が武蔵川部屋最初からいたんでね、はい、5人ぐらいは千秋楽パーティーとかでもずっとやり続けてたんですけども、はい、それから先はもうパーティーではやらなくなりました。あの千秋楽の朝とかに稽古土俵にあのござちょっと引いて知り合いを呼んで、そこで親方が最後留政を入れるっていう形をね取って、まあ、松武蔵さんから見たらちょっとそれは寂しいんじゃないのって、自分たちは恵まれてたなっていうか、寂しいって言いますか、私らの時が恵まれすぎてたと思います、親方に相談してそういうことをやってくれたっていうことは、もう親方に本当にありがたいことだったと思います、はい、土俵で最後負けを切るっていう部屋多いですよ。あ、そうですね、はい、パーティーでそうやってしてくれたっていうのはね、ありがたかったです。ということはやっぱりね、まあ、力士にとってこの断髪式っていうのはね、これは思いのあるもの、最後のね、お披露目ですからね、だから広告議官できっちりやりたいっていう、これはもう関取になった後の特権って言いますか、あのものしかできないところなんでね。はい、いかがでしょうか。まっチャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております。ぜひお寄せください。本日もありがとうございました。また次回。さよなら。